はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。クソリッキー製造工場へようこそ。工場長の龍です。さあ本日なんですが、皆さん竜王の波動というカードご存知でしょうか。これね、あの新パックでゲットできるようになったこの謎のパックに入ってたこの竜王の波動っていうカウンタートラップなんですけど、これ実はですねめちゃくちゃ強いんです。このカウンタートラップ、あのよく読んでもらったら分かるんですけど、これコストなしで相手のフィードのモンスターの効果の発動を無効にして破壊できるって書いてあるんですよ。相手がフィードのモンスターの効果発動したときに発動無効にして破壊して、まあ、その後一応発動するかどうか選べる効果で自分の手札からモンスター1体選んで除外すると、その墓地を食ったモンスターを効果無効にして特殊召喚できるよみたいなね、そういう、効果があるんですけども、これ汎用なんですよ。カウンタートラップ、これ何デッキに入れてもいいんですけど、これ結構強いんですけど、この汎用のカウンタートラップ、今回はこれデッキレシピ見ていただいたら分かる通り、先行取ってガン伏せするゴミデッキとなってまして、なんとデッキの中にカウンタートラップが22枚入っております。はい、半分以上カウンタートラップで、まあ、あのドローソースとかもあるから、まあ、実質デッキの中のほとんどがカウンタートラップです。はい、先行取りましてですね、あのアルティミス を出しまして、ほんで、カウンタートラップを無限に打っていくという、デッキにしてきました。はい、まあ、リオの波動がカウンタートラップなんでね、アルティミスがね一番強いですよね。効果としてカウントトラップ発動するたびに自分がデッキから1枚ドローするよっていう効果なんですよ。だからもうあの無効にするかしないかとか関係なくて、とりあえずカウントトラップ発動せば1枚ドローできるんで、まあ、こいつを出してもうガン伏せする4伏せ1枚召喚4伏せエンド、これが一番強い展開です。はい、で一応ね、あのアルテミスにアクセスできるように、失楽の魔女を、入れてまして、こいつ自分相手のメインフェーズに一応リリースするとデッキからこいつ出せるんで、まあちょっといろいろね、あの弱点はあって相手のメインフェースにいきなり動かれるっていうことがあるから、まあちょっと弱点はあるんだけども、こいつからアルテミスを出してくるっていう感じで、アルテミスでアドバンテージ稼いで、アルテミスでね、バルキリア持ってあのドローしたり、オネストドローしたりして、なんか頑張ってカウントトラップで、まあ、あの相手の行動を全部無効にしていくっていう、あのテーマはですね全部無効です。相手が発動するカードを全部無効にして破壊する、召喚とか特殊召喚も無効だし、まあ、通告で効果も無効で、竜王の波動で効果も無効で、なんか何でも無効のパーシアスで、設定によって、コストによって何でも無効で、ちなみに一応ね、あの解放のアリアドネっていうモンスター入ってて、でこれあのペンデラムスキャンに貼るとコストなくなるんで、まあ、設定が万能カウントタップになったりとか、パーシアスの、ライフと手札を捨てることがなくなったりとかっていう動きが一応できるんで、あとライフコストなくなるしね、この辺のね、はい、っていう動きをして、相手が発動するカード片っ端から無効にしていこうというふうに思っております。はい。ちなみに、高校の勝率多分 0% です。デュエル。スタンバイ。先行取ったので実質勝ち。まあ、これ、ちょっとね、あのね、一個言いたいのは、神の摂理とリンネルパーシアスはね、弱いのよ。結局ね、あれ、コストはライフ、あ、まあまあまあ、強いね。これね、あのね、コストがあるかと弱いんだよね、基本的に。だから、まあ、解放のアリアドネが あればギリ耐えるんだけど、あのね、神の宣告と神の通告と神の警告だけでいい、正直、カウントトラップは。まあ、竜王の波動はクソ強いから、竜王の波動でもいい。竜王の波動、神の宣告、神の通告、神の警告はめっちゃ強い。それ以外 あのカウントトラップはね、コストがいるから微妙。ぶっちゃけ。神の宣告、通告、警告、波動だけで、なんか25枚くらい入れられたい。もうそんなのは無理。うおー、リオの波動を発動、リオの波動の効果、相手のフィールドのモンスターの効果を発動した場合、何のコストもあのいらないけど、その発動を無効にして破壊することができる。バゴーン。うおー、一枚ドロー。あ、ちなみにスプライトとかであったとしても一応通告あるんで、特殊が無効にできますので、まあ割とね、あのなんか効果発動してくればね、はい、なんとなるかなと。リンネが弱いんだよな、バトルフェス入ら普通に、マジでね、リンネが弱い。手札コストでカウンタートラップ要求するのは意味がわからん。手札コストというか、まあ、見せるコストとして意味がわかんない。これ本当にカウンタートラップ見せないと発動できない。カウンタートラップってなんだよ。カウンタートラップは伏せてなんぼだろ。なんで見せる必要なんだよ。おかしいだろ。このリンネのパーシアスとのコスト考えたやつセンスないだろこれ。というね、悪口増殖すやばい。これはさすがにキャロット、いやでもこれスペルスピード強いからさ、
スペルスピード強いからさ、何ができたところで多分大丈夫なんだけど、まあ、パコーンやって、はい、でカード1枚ドロー。ウィン。スペルスピード速すぎて相手のカードチェーンできてね。全部カウンタートラップなんで、スペルスピード速すぎるんで、なんか相手のカードチェーンできないですよ、基本的に。カウンタートラップにはカウンタートラップしかチェーンできないからね。あ、遊戯王のルール、これが。カウンタートラップしか来ない、逆に。逆にな。あ、ちなみに、あー、スマッシャーズいいじゃん。スマッシャーズね。はい。自分の墓地からスプレーズガンズカード、まあ、普通に除外するんだけど、まあ、リンネのパーシャーズで普通に止めていく。で、カウンタートラップ相手見せて、で、カウンタートラップを捨てることによって、相手の発動したカードの効果を無効にしながら、デッキからパーシャーズ出せる。はい、残念でしたね。チェーン、スペルスピードがあまりにも速い。俺でなきゃ見逃しちゃうね。あまりにも速いスペルスピード、俺でなきゃ見逃しちゃう。完全にこれ、これあれだわ、クロロだっけ、ハンターハンターのさ、あの幻影騎士団のリーダーの主導と一緒だよ。あまりにも早い。波動はコストで残しとか、一応ね、トラップカード、一応、設理が今コストいるんで、まあ、トラップカード一応無効にできるんでね、これで。さあ、かかってきやがれ。さあ、どうする？カウンタートラップがどんどん俺の手札に、そして盤面に溜まっていくぞ。おっと、おスターターいいじゃん。やるじゃん。なかなか強いカードだ。はい。で、効果発動すんのか？あー、はい。いや、でもやばい。これでコストなくなった。あ、でも大丈夫か。両方とも発動するわ。両方とも発動するから大丈夫だ。これ、アルティミスも、バルキリアも発動するから。大丈夫だ。すべてうまくいっている。すべて計画通り。アドバンテージの稼ぎ方、えぐいでしょ、これ。ハマると。ハマるとこうなるのやばいよね。さあ、かかってこい。おい、バトル。おい、おい。相手よくされんだしねえな。相手、これで付き合ってくれてんの、草。やるやんけ。とりあえず、ちょっと天国の方で、伏せガードは破壊されないよっていう状態にしといて。黙れ。黙れー。ドリー。さあ、相手のカードを破壊する。で、破壊すると、アルテミスの効果で、1枚ドロムが入りながら、バルキリアの効果でサーチが入る。強すぎて草。あまりに強い。相手何もできてなかった。クソデッキや。奇跡の高校マクルデュエル取りたいんだけどさ。このデッキ高校勝率なんかほぼ 0% なんだよね。どうしたらいいかな。高校の勝率ほぼ 0% っていうなんか絶望的な、アルテミス欲しかったな。いや、これアルテミスゲーなんですよ、とにかく。なんかアルテミスがあって、で、相手のカードを 2,3 回無効にして、なんかアドバンテージ稼いでいくみたいな動きしないとね、基本弱いんだよね。まあ、一応今回は、天国ちゃん来てるんで、まあ、天国出してからアドバンテージ稼ぐ動きできるんで、まあ、でこれカウンタートラップでひたすら止めることはできるんだけど、その相手のカードの方が大体基本的に強いじゃないですか。だから、手数で乗り越えられちゃうんですよね。時間かかると。だから、早めにアルティミスを引いた。サーキュラー、やば。いや、このデッキもね、言うて手数やばいから、ちょっと一回、まあ、どっから、これ、すっぱらきだな。すっぱらきで止めて、パ抜きで止める。すっぱらけ止めるカードは止める。はい。で、先のどっか行った。オッケー。で、これもう天国の出しちゃおう。天国の出しちゃって、これでこの後に羽ぼきって言われてちょっと怪しいけど。で、カードセットする。まあ、持ってないでしょ。羽ぼき。そんなに。さあ、フラグ回収出ないことになる。あ、オッケー。で、残機シグマ効果は、それは別にいいか。出させて、で、出てきたモンスターの効果発動に対して、まあ、警告か通告か打てばいいよ、いいから。でも一回動かさせていいね。うん。で、それも別にいいか。サブトラも別に。打点下がるのは別に守備表示だから大丈夫。で、2体でシンクロ召喚とかしてくるとめんどくさいけど、
これ残機ファイナルシグマもね、これ結局警告とか通告止めれっから大丈夫だな。あの召喚自体をもう全然無理で、警告効果パコーンバーンオッケー。まだある手数多すぎるっぴ、やばすぎるっぴ、あのデッキ。ああ手数の多さえぐいな。でもこれは一旦いいか。マジで現代遊戯を止まんないからね、本当に。ベールリンクスや。ああいいよ、ベールリンクスはいいや。ベールリンクスでサーチも入れない感じ。あ、サーチもない。あ、そう。ああ、いやそれはさすがにあかんな、さすがに通告か。パラレルエクシードだけは無理だな。アドバンテージがエグすぎる、それは。はい、え、こっから展開伸ばされるというとかいう地獄みたいな展開ある？大丈夫？俺これなんか負けそう。ワンチャン負けそう。まだ動いてくる。これアルテミスだったら4枚ドロー。あー、スプラッシュメイジ君消えろ。よし、オッケー。これで止まったし、さすがに。よし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 、危ねえ。ここまでしないと止まんないの、やばすぎる、あのデッキ。こんだけぶん回してやっと止まった。やば、あのデッキ手数合金発動。いや、これでカウンタートラップが引けないとちょっと厳しいが、あー、まあ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 、悪くないよ、悪くない。攻撃表示で一応オネスト召喚でバトルフェーズ入って、で1100と3000で次殴ったら勝てる、次殴ったら勝てる。でメイン2入る。これリンネセットの方がいいかな、これリンネセット。いや、これどっちだろうな、むず。神戦でいいか。でもどうせ展開してくるに神戦、いや、これ両方ともセットしよう。じゃあ両方ともセット。これ多分ね、展開するときになんかリンク召喚とかエクシーズ絡めてくるから、絶対に3000超える場合は。ってことは神戦で止まるんですよ、多分展開が。で多分シグマが出てきて、で手札なんか1枚でなんか出てきて、ほんででしょ。ああ、OK、 いいよ、多分ね、大丈夫、なんとかなると思う。なんで勝ったらごめんって感じだけど。なんだこれ、あ、ナユタ。装備モンスターが相手モンスター戦闘からダメージ計算時に敵から残機送って打点上がる。それは大丈夫、別に打点大丈夫。魔法トラップゾーンから墓地送られた場合、残機カード回収。あー、めんどくせえなー。まあでもそれでサーキュラー回収されても、まあ実質神戦があるんで多分大丈夫ですね。多分大丈夫。これ多分ね、なんとかなるとは思う。いいよ、泣いた、 OK。 でこれは回収したい先を墓地に送る感じかな。まあ多分サーキュラーだろうな、おそらくな。いや多分ね、一応神戦があるから、だからその展開先のモンスター召喚無効できるんで、これ結構強い。あ、シグマなんだ。あ、なるほど、謎のシグマで。ナユタ効果回収できる。え、でも回収して強い残機いんのか。ダイヤとかねえもんな。あ、だからダイヤ強かったんじゃねえ、これ相手。ダイヤ召喚で効果、まあ神戦するけどね。ダイヤ召喚で神戦するけど。で、はい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 、はい、いいでしょう、いいでしょう、いいでしょう。はいはい、どうぞ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 。あれ、なんか展開弱くないですか。オネストの打点いくつあるか、いくつあるか知ってます。オネストくんの打点1100あるんですよ。超会場のなそうだもんね、勝った、よし。いやでもあのデッキ手数やばいわ。こんだけカウンタートラップ打ってまだ手数あるのやばい。いやー、悪くない感じするけどな、これ先行だったら。先行だったらでしかないな。やばい、これ親の顔より見たクソムーブが始まるか。これなんだ、これリンクしてくるんならまだまともなデッキ説はあるよな。エクシーズまともなデッキじゃねえ。これはあかんデッキや。これ未来利用来るやつね。まあ未来利用普通に無理だけどね、未来利用普通に無理だけど、
これ戦闘効果で破壊されないけど、でもこれリンネのパーシアスでデッキ戻したらワンチャンあるか。なんかあのモンスターコーが向こうって言ってきたら、リンネのパーシアスって言えばなんとか。セレーネ、はい。なんか竜王将栄とかバレルエンドも出てくるの、やば。エース、大エース、大集合じゃん。融合。何これ、わからん。何融合してくんのこれ。なんか大エース全部並べるみたいなこと、これ。ダークヒーローゾンバイアと魔力吸収球体、あれ。ゲボキボモンスター来ちゃった。あ、やばい。あ、これ全部効果で破壊されないからってことこれ。あ、だから異性の最終手段全部も効かないってことそれ。正真正銘のクソデッキじゃん。刃物バリアウェインフォースかもしんないぞ。伏せてやるガード。伏せはブラックですっていう名前にしたけど、これ実質このデュエルに関してはほんとブラックだわ。